アレクサンドル・ミハイロビッチ・ブートレロフ。アレクサンドル・ミハイロビッチ・ブートレロフは、帝政ロシアの有機化学者である。化合物がただ一つの化学構造を持ち、それによって、科学的性質が決定されているということを初めて、明確に主張したことから、ロシア科学の父とロシアでは、評価されている。最大の業績は、化学構造の概念を、明確した1861年の、 公園とされている。ブートレロフは1857年の留学で、ケクレの下に留学している。ちょうどこの年にケクレは、型の説に基づいて、メタンの型、すなわち、炭素の原子化が4化であることを提案しており、ここで最新の有機構造科学に関する所持を学ぶことができた。また、アドルフ・ビュルツのもとには、ケクレと共に、原子化説の提唱者として知られるアーチボルド・クーパーが、 おり、彼の構造概念の構築に大きな影響を与えたと考えられている。またヘルマン・コルベの根の説もブートレロフの研究に大きな影響を与えている。ブートレロフは留学先で学んだ理論を合わせて科学構造の概念を構築した。ブートレロフは1861年の講演でこれらの理論を総括し分子中の原子間の結合の様式を科学構造と 英明史、分子の科学的性質はその成分元素の性質と、量、化学構造によると述べた。ここで、ブートレロフは、従来の型の説や根の説での構造式に対して、用いられていたコンスティテューションという語に代わって、ストラック・トゥーアの語を用いた。ケックレや、その先駆者であったシャルル・ジェラールにとっては、構造式は、実験的事実である、化学反応をうまく説明するためのものであって、 そのような構造が性的に実在するとは考えていなかった。反応を起こす瞬間だけ特定の構造が現れるのではないかという見方も、ケックレは完全には捨てていなかった。当時は原子はまだ実在が確認されておらず、結合もその本性は不明であり、これらはあくまで科学の処方則を説明するのに仮定すると都合がいいといった程度のものであったからである。 ブートレロフもそれについては留保しており、この化学構造は物理的な実態を指してはいないと主張している。しかし化合物がただ一つの化学構造を持っていると考えることによって、その化合物の化学的性質すべてを演液的に導くことができると考えた。また、化学構造を決定する方法として、基地の化学構造を持つ物質を原料として、特定の結合だけを 選択的に形成できる温和な条件での合成化特定の結合だけを選択的に切断できる温和な条件で分解して基地の化学構造を持つ物質へ誘導することを挙げているこれは現代でも科学の研究に一般的に用いられているパラダイムであるしかしこの講演はあまり権威のないサイトシュリフとフィワセミウントファーマシーに掲載されたこととケックレと。 その一派が科学の中心地であったドイツで大きな力を持っていたこともあって、ケクレの業績を焼き直しただけではないかと考えられたこともあり、第二次世界大戦後まで長らく渦もれた状態にあった。ブートレロフの弟子であるウラジミール・マルコブニコフは、このことについてケクレ一派を批判する論文を書いて、アドルフ・フォンバイヤーとの共同研究を不意にしている。 ブートレロフの業績の再評価は、ソビエトの学会での一つの事件に橋を発する。1951年6月に、ソビエト科学アカデミーで、共鳴理論批判と呼ばれる大きな討論が行われた。これは、ライナス・ポーリングの共鳴理論や、クリストファー・インゴールドラの有機電子論が、弁償法的有物論的でないという理由によって、非難された事件である。 これらはいずれも多数の極限構造の重ね合わせによってある化合物の性質を説明しようとするものであって、それが関連論的だと非難されたのである。ここでよりどころとなる理論として、ブートレロフの理論が大きく取り上げられた。この実験は西側の科学雑誌でも取り上げられることとなり、結果としてブートレロフの業績が日の目を見ることになった。ブートレロフは、 炭素の原子化が4であるとすれば、H2C イコール O や H2C2 が存在するはずだと考え、それを研究する途中でホルマリンを得て、それを水酸化カルシウムで処理することでこの反応を発見した。これは、糖類の構造決定に示唆を与えることになる。これは、コルベの根の説で予言された第3級アルコールについての検証実験である。ブートレロフは、 ジアルキルアエンとホスゲイやカルボン酸塩化物の反応で、第3級アルコールの合成に成功した。サンクトペテルブルク大学の同僚に、ドミトリメンデレーエフがいる。ブートレロフは1880年に、死のニコライ G 人の公認としてロシア科学アカデミーの正会員に推挙しているが、選挙で敗れている。弟子には、ウラジミール・マルコブニコフ、アレクサンドル・ザイゼフ、 アレクセイ・ファボルスキーがおり、マルコブニコフ、ザイツェフはそれぞれある県の化学反応についての経験則を提案している。ファボルスキーは、ファボルスキー・テニー、ファボルスキー反応に名前を残している。ありがとうございます。